エルサレム王国の紋章。本校では1099年から1291年までのエルサレム国王及び今日に至るまでの多い請求者の一覧を列挙する。エルサレム王国の起源は第一回十字軍に遡る。この時の1099年にゴドフロワド・ブイオンはアドオカトゥス・サンクティ・セパルキリーの称号を得て、 ベツレヘムの高坦協会でエルサレムの支配者として体感した。後年、弟のボードゥアン一世は初めて王の称号を使用し、エルサレムの聖墳墓,墓教会で体感した。エルサレムの国王の地位は一部は戦室により、一部は世襲により継承されてきた。王国の前世紀であった12世紀半ばには、王室には比較的に明白な継承法があった。 それにもかかわらず、国王は有力者会議によって選ばれるか、最低でも認められた。そこでは、国王は、同敗者中の第一人者とみなされ、国王不在の時はその任務は、国王の執事によってなされた。王宮は、ダビデの塔の要塞に置かれた。エルサレム王国は、フランス王国における、封建制の構造をレバントに導入した。国王は、 個人的に敷いたいくつかの霊園を領域に組み入れ、それは国王が変わるたびに更新された。また、国王は戦闘の戦闘に立つ責任があったが、この義務は軍司令官に渡った。同時代のいくつかのヨーロッパの国々が君主の中央集権化に向かっている一方、羊の影響が大きくなり、エルサレム国王は次第に力を失っていった。 これは、多くの国王が幼少だったのと貴族の東急から来る、摂政の頻繁な交代が、部分的な原因である。1187年のエルサレム陥落後は、王国の首都はアッコに移り、1291年まで、存続したが、戴冠式はティルスで執り行われた。この期間中、国王の地位は、実際はアッコに住まない。 ヨーロッパの君主が据えられるという単なる名目上の地位となった。若いコンラート3世が国王の称号を得てドイツ南部に住んでいたとき、その父方の第二のいとこであるユーグド・ブリエンヌはエルサレム王国の摂政を要求して間接的にコンラート3世の地位を継承した。大位請求権は 女王イザベル一世の二番目の娘であるアリス・ド・シャンパーニュの年長の子孫かつ正当な相続人によって1264年に行われたが、ユーグ・ド・ブリエンヌは、アリスの長女の息子だったのである。しかしながら王位は有力社会議によって、自らが支持していたユーグ・ド・ブリエンヌのいとこである、アンティオキア公、ユーグ、後のキプロスをユーグ三世に渡った。1268年に、 コンラート3世が、シャルル団中によって処刑された後、国王の称号は同時に、キプロス王位についていたリュージニアン家によって保有された。しかしながら、1277年に、シチリア国王カルロ1世は、王位継承権の権利を強く打ち出した。この年、カルロ1世は、自身の、大官であるルッジェーロ・サンセベリーノを東方に派遣した。ルッジェーロは悪行を占領して、 伯爵たちから忠誠の誓いを得た。ルッジェーロは1282年にシチリアの万象のために呼び戻され、オド・ポイルチーンを自らの代理として残した。ルッジェーロの遺産とケニーは極際証言のものであり、アンリ2世がエルサレム国王として退官してキプロスから到着した時に追放された。なお、1291年にアッコが マムルーク朝によって占領されたことで十字軍は、レバントの主要な土地から放逐された。君主は、不在ないしは未成年の場合は、王国の存続のため、摂政が置かれた。エルサレム王1291年の王国滅亡後も多くのヨーロッパの支配者たちが、エルサレム王異性級の正当な相続人として、主張してきた。 ここに、イタリック文字で示されたものについては自身では、エルサレム国王の称号を用いてはいない。キプロス王家による請求リュジニャン家サボイア家、サボイア家による着流の請求者リュジニャン家、リュジニャン家による所流の請求者及び実質的な、キプロス王位、カルロ二世が死ぬと、サボイア行為は、王子で、男性相続人である、フィリッポ二世に渡った。 カルロ2世の姉妹であるヨランダルイーズは女性であるが、ためにサボイヤ公位を継承しなかったが、全般的なカルロ2世の相続人であり、カルロ2世からキプロス及びエルサレム王位の請求権を継承したとみなされている。サボイヤ公はエルサレム王位請求権を主張し続けたが、ハプスブルク家やブルボン家といったヨーロッパの主要な王家との継承権の争いを避けるために、 称号のリストに意味不明瞭なアンドシーをつけて、サボヤ家による請求を隠した。フィリッポ2世の子孫サボヤ家、アメデオ9世の子孫ナポリオ家による、請求女王イザベル1世とその4番亀の夫である、アモーリー2世の娘のメリザンド・ドキプロスは、アンティオキア公、ボヘモンド4世と、その2番目の妻であった。メリザンドの娘であるマリーとアンティオキアは、 女王イザベル一世の孫であり、コンラート三世の死亡時に、マリーは女王イザベル一世の孫では唯一の存命者となっていた。そのため、1269年から1277年まで、マリーは血縁関係を根拠にエルサレム王位を請求し続けた。しかし、王位請求権を有力者会議に否定されるとマリーは、ローマに行き、その権利を1277年に、 教皇から祝福を得て、承認されたシャルル団中に売り渡した。これ以降、エルサレム王国に対する、この請求は同時に、ナポリの王冠に付属するものとして、相続よりも、遺言内しは、征服によって請求権者がしばしば変わった。アンジューシチリア家、アンジュードラツオ家、アンジュー家の着流による請求、バロアンジュー家、アンジュー家の初流による請求、 バロアンジューケ・ブリエンヌケによる請求ここに、称号の相続に基づく、現在の可能性のあるいくつかの多い請求者を挙げる。彼らの誰もが、以前の王国の区域の何らかの力を有してはいない。その他の歴史的請求者、スコット、ジョンベルデン・アーキテクチャー・フォー・ザ・シュラウド、レリック・アンド・リチュアル・イントリのユニバーシティ・オブ・シカゴ・プレス・イブギュニ・ペトロービッチ。 カーニバイッチ・ロディビ・プロジバニア・アイティシャリー v ・ V ロッシーファミリー・ネームズ・アンド・タイトルズイン・ロシア・ストリート・ピーター・バロ1886セシル・アール・ハンフリースミスプリンセス・オブ・ル・ジーニョオンページ5ザインスティチュート・オブ・ヘラルディック・アンド・ジネオロジカル・スタディズ2004インザイシューナンバー180オブ・ザ・ピーター・バーグスキーリストック・ニュースペーパージュライス35百八十四 エイリストオブディシーストインストリート、ペテルブルクビトウィーン11ジューン &18 ジューン、ワズファウンド、ザアワズ、エイレコードフォー、ルイスクリスチャンデルジーニオーン、カーネル、インザセームニュースペーパーアイシュナンバー170-2025ジュライナナ、1884、ザフォローイングアーティクルワズパブリッシュド。ザディシーストフワズベリードザアバイオンスモレンスク。 グレーブヤードン23ジュライ、ワズ、A タイトルドキングオブキプロスエルサレムアルメニア、ディセンダントオブワンオブザプロテクターオブゴズキャスケット、カーネルオブザロシアンサービス、ルイスデルジーニオーン。ありがとうございます。